どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。では本日ご紹介する絵画はこちら、植村翔猿の娘みゆきです。いやー、美しい乙女の絵ですね。さすが女性が描く女性、可愛らしさの中にも凛としたものがあって、この一点の卑俗なところのない絵画、素晴らしいじゃないですか。ただみゆきって誰？なんか何にも考えないでこの絵を見ると、翔猿の二軒隣に住むみゆきさん、なんか浮世絵さんみたいな存在なのかしらって思いません？ところがどっこい、このみゆきという乙女はある人形浄瑠璃の演目に登場する主人公の女性で、その物語がね、もうすれ違うすれ違う、もうどんだけすれ違うねんって思うほど元祖すれ違い恋物語なんです。ということで今日は胸がキュッと引き締まる娘みゆきについて追ってみましょう。今日も楽しく美術トラベル。この絵は大正3年に京都の女流画家植村翔猿によって描かれた娘みゆきという作品です。今は島根県の足立美術館に所蔵されていますね。植村翔猿については以前こちらの動画でご紹介をさせていただきましたが、画壇の中で女性が生きること、またその当時シングルマザーとして生きることの苦悩などがありましたが、興味がある方はぜひこちらもご覧くださいね。さて今回はこのみゆきちゃんのお話を。彼女は人形浄瑠璃の演目として人気が高い小写し朝顔話という物語に出てくるヒロインで、最初にもお話ししたように度重なるすれ違いに恋焦がれる乙女として描かれています。ある日、とある武家の娘みゆきとお月の朝香が小舟に乗って京都の宇治川で蛍狩りをしていると、ひらりと風に乗って短冊が船の中に舞い込んできました。そこにはとても達筆な文字で和歌が記されており、この短冊はどこから来たのかと辺りを見渡してみると、なんと川べりにとても美しい顔をした武士宮城阿蘇次郎が座っていました。どうやら彼が書いた短冊が風に吹かれて船に入り込んだようです。そして阿蘇次郎とみゆきはここで見つめ合い、思わず見合わす顔と顔、互いに見とれる目の中に通う心を祝わしの渡して欲しき思いなりと歌われたように、要するにお互いに一目惚れしてしまったんです。そして二人が見つめ合い時を忘れている時に、なんとみゆきの船に酔っ払いの浪人が乗り込んできてみゆきに乱暴しようとするではありませんか。しかしそれを見た阿蘇次郎もすぐさまみゆきの船に乗り込み浪人を追い払います。イケメンの上に腕っぷしも強いだなんてと、みゆきは阿蘇次郎に感謝し、しばらく楽しく談笑するも、そこに阿蘇次郎の使いがやってきて、今すぐ山口の国に戻れという父からの知らせを告げられました。仕方なく席を立とうとする阿蘇次郎にみゆきは、どうぞこの扇子にあなた様を忘れないための歌を書いてもらえませんかとお願いをしたところ、阿蘇次郎は梅雨の犬間の朝顔を照らす日陰の連れ泣きに、哀れ人村雨のハラハラと触れかしと歌を記しみゆきに渡し、足早にその場を去ってしまいました。ちなみにこの歌の意味は、朝露に匂う朝顔の花を太陽が照らして乾かししぼましてしまうのは無情です、雨をハラハラと触れよ、そうすれば花もしぼまないでしょうという意味なんだそうです。それから阿蘇次郎に恋焦がれるみゆきも、実はその頃父に連れられ広島県に戻らなければならないところでした。しかし父と母みゆきは帰国の途に就こうと船に乗り込むものの、その日はたまたま風がなく兵庫県の明石の裏で停泊することになりました。そうして次の風が来るまでの間、琴を弾きながら阿蘇次郎からもらった朝顔の歌を歌うみゆき、するとそれを聞いてハッとする人物がいました。それが
阿蘇次郎。なんと彼も山口に帰るための船に乗り込むものの天候が悪く、同じ明石の停泊地で風待ちをしていたんです。まさかの再会を果たす二人は再会を喜び、みゆきは阿蘇次郎の船に乗り移ります。そして、もう私を離さないで連れて行ってくださいましと阿蘇次郎に抱きつきます。しかし阿蘇次郎は大事な用があって山口に戻る身、みゆきを連れて行くわけにはいきません。そう説得すると、みゆきはあなたに連れ添うことができないのなら身を投げて死んでしまいとうございますと阿蘇次郎に詰め寄りました。すると、そこまで思い詰めているのならと阿蘇次郎はみゆきを連れて行く決心をしました。そこでみゆきは両親の待つ船に書き置きを残すために戻り、書を記しているところ、なんとそこで急に風が吹き始め、船が出ることになり、みゆきを乗せて船は怒りを上げて動き出しました。出航する船にどうすることもできず、みゆきは阿蘇次郎から歌を書いてもらった扇子を阿蘇次郎の船に投げ込み、そのまま二人はまた離れ離れになってしまいました。その後、みゆきは阿蘇次郎のことばかりを考え、思い詰め、ついには病気になってしまいます。そこに娘を心配した父が、みゆきに駒沢次郎左衛門という男性との縁談を持ちかけます。しかし阿蘇次郎を愛してやまないみゆきは、生きて定常を破らんより死んで未来のちぎりを待たんと書き残し、家を出てしまいます。阿蘇次郎以外の男性との結婚なんて考えられなかったんです。でも実は駒沢次郎左衛門という男性は、国に帰って改名した阿蘇次郎だったんです。阿蘇次郎がみゆきのいる国を探し出し、求婚してきたんです。しかし改名していることなんて知る由もないみゆきは家を飛び出し、阿蘇次郎を探して峠をさまよう日々。そしてついに泣き晴らした目は失明し、ボロボロになったことを引きながら、なんとか生活をするという零落した生活を送っていました。なんたる悲劇。そんなみゆきは東海道の宿場町で琴を弾きながら、阿蘇次郎からもらった朝顔の歌を歌い続け、いつの日か朝顔と呼ばれるようになっていました。そしてそんなことを続ける日々が過ぎていく中、なんとその宿場町に駒沢次郎左衛門、つまり阿蘇次郎がやってきたんです。彼はとある宿に泊まり、一人になった時、部屋のついたてに貼られた朝顔の歌を見つけます。これは私がみゆきに送った歌じゃないか、こんな東の街道までもに誰かが歌い伝えたのかと思っていたところ、宿の主人が入ってきたので、この歌について尋ねました。するとその主人は、愛する人を探しながら流浪しているうちに目を泣きつぶしてしまった哀れな女のことを語りました。それは聞けば聞くほどにみゆきのこと、阿蘇次郎の心は騒ぎ、その娘をここに呼んでくれないかと主人に頼みました。すると老婆に手を引かれ、朝顔と名乗る盲目の女が現れました。それはやつれて惨めな姿になり下がったみゆきの姿でした。私はここだと声をかけてあげようと思いましたが、実は阿蘇次郎には岩城という連れがおり、岩城はいつも阿蘇次郎の弱みを探して寝首をかこうとする輩であったので、彼の前では駆け寄ることができません。そして二人の前で彼女は朝顔の歌を披露するものの、その歌が、声が彼の心を締め付けました。その後彼女は部屋を出て行き、阿蘇次郎も岩城と離れた後、朝顔を追いかけようとするものの、彼女はすでに宿を去った後でした。しかし何か気配を感じたのか、朝顔がもう一度その宿に戻ると、すでに阿蘇次郎の姿はなく、しかしそこには阿蘇次郎が残していった扇子が置かれてあったんです。それを宿の主人に読んでもらうと、間違いない、
この扇子はみゆきがとっさに阿蘇次郎の船に投げ入れた扇子、つまり先ほどの男性は阿蘇次郎だったんです。それに気がついたみゆきは彼の進んだ方向を目指して嵐の中追いかけました。そして大井川という川にたどり着いた時には阿蘇次郎はすでに川を渡った後、そして嵐のせいで川の水が増水し船が渡せない状態となっていました。ここまでしても会えない阿蘇次郎、これはきっとこの先もどうすることもできないに違いないと絶望したみゆきはここを三途の川に定め身投げをしようとした。ところなんとそこに現れたのはさっきの宿の主人、みゆきに追いついて深く抱き留めます。そしてなんとそこでいきなり自害したんです。実はこの宿の主人はみゆきの父に仕える身であり、身投げをしようとするほど思い詰めたみゆきを不憫に思ったんです。そして古くからの言い伝えで昨日寝年生まれの男性の生き血があらゆる眼病に効くことを知っていました。主人はちょうど昨日寝年生まれだったんです。自分の血でみゆきの目を治せることを知り、そのために命を絶ったんです。そして彼の生き血によって彼女は目を開き、再びこの世界を見ることができるようになりました。そしてその後には無事阿蘇次郎に追いつくことができ、二人は結婚し幸せになりましたとさ、というお話です。では絵をゆっくりご覧いただきましょう。この絵のみゆきはまだ目が見えている頃、阿蘇次郎が歌を書いてくれた扇子を手文庫から出してこっそり眺めていたら、どこからか足音が聞こえ、はっとなりたもとで扇を隠したという瞬間を描いています。後ろを振り向く顔は平静を装っているものの、愛する人のしたためた歌を読んでいた彼女の表情は頬も紅潮し、どことなく幸せそうに見えます。前髪を取った下げ髪は清楚で、わずかに開いた口元は花びらのような愛らしさが感じられます。たもとから少し見える扇が阿蘇次郎からの贈り物。扇が随分黒っぽく見えるのは使用されている銀が酸化したためで、作品が発表された当時は上品な銀の光を放っていたんでしょう。サンゴ色の草加の子の中振り袖のたもとと裾には足が描かれ、みゆきと阿蘇次郎が初めて会った牛側のほとりを連想させます。みゆきが奏でていた琴の竜図には螺鈿細工や金彩が施されています。盲目になった後もこの琴一つで歌を歌い、阿蘇次郎を探し求めたんでしょう。描かれている場面は物語の序盤、これから巻き起こる切ないすれ違いを知る由もありません。しかしこの可愛らしい姿を見ることで私たちはその後の流浪の身となった姿を想像し、その差に愕然とします。そして彼女の一途な恋心に胸を締め付けられるような気がしませんか。いやー、とりあえずハッピーエンドでよかったって感じですよね。最後いきなり主人が自害してその血で目を治すとかよくわかんないシーンが出てきたものの、まあハッピーエンドですよね。それにしても、へえ、みゆきいつ大蛇に変身するんやろうって思われたんじゃないかなって思うんですが、それはまた別のお話。みんながみんなが清姫みたいじゃないんですよ、ご安心を。では本日の動画はここまでになります。小柳先生では絵画好きのためのメンバーシップを大募集中です。動画概要欄から覗いてみてくださいね。そしてストアカでのオンライン講座も相変わらず大好評開催中。最近はインスタも頑張ってますんで、どうぞ覗いてみてくださいね。バイバーイ。チャンネル登録してます？あ、しない方ですか？私はね、結構する方なんですよ。知ってみたらどう？